ってこれは私が主人このストーリー主役は私世界で一人だけの私を世界で一番好きになりたい私らしさを探すようにこれが自分だよって言ってやろうコンプレックスだらけの私を今日はちゃんと褒めてあげよう自信だって後からついてくるきっときっと可愛くなれる好きになれる世界で一人だけの私が世界で一番好きだから思い切り一番の笑顔でこれが私だよって言ってやろうコンプレックスだらけの私も今日はちゃんとキラキラしてるから自信ない私にさよならしてもっともっと好きに世界で一人の私だから ありがとうございます。I'm not sure if you're going to be able to do that.
探しに行こうか。ああ一日が終わってくお昼休みのうるさく読める大工が鳴り響く5分前の夢色を買おう。走り抜けて聞いた幸せはいつだってそこら中に転がってる。作ってくださった皆様本当に本当にありがとうございます。今日はライブダンス外にはねキッチンカーとか体験型イベントなど本当に本当にたくさん楽しいことがたくさんあります。最後夜にはね20年ぶりの、花火も上がるのでぜひぜひ一緒に最後花火見て花火見れたらなと思います。ということで今日は一緒に楽しんでいきましょう。夏の曲を一曲カバーしたいと思います。聴いてください。天平の歌。私はあなたを
溢れ出したら瞳をちゃんと見てよ見てよ見て、あなたの影だけ伸びてゆく、消えてしまわないでずっとこの ありがとうございます。皆さん今日は本当にありがとうございます。次で最後の曲になります。私は、いつも思っていることがあって、私らしく私にしか歌えない音楽が歌いたいってそんな風に思っているんですけども、それでそんな音楽をこうたくさんの方に届けられるように、少しでも、誰かの中に何か残せたらいいなってそう思いながらいつも歌っていて、でもそんな音楽って何だろうって考えるんですね。私だけの音楽、私にしか出ない音楽ってだろうって。でもきっと好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、不得意なこと、自分らしくない時だって全部私の音楽だってそう思っていて、だからこそこれからもずっと歌っていきたいってそんな風に思っています。今日こうやって歌うことができて本当に嬉しいです。本当に皆さんありがとうございました。それでは最後の曲聴いてください。僕が歌う理由。自分自身はまた
しおんちゃんに大きな拍手を。いやー、無情越、しおんちゃんライブありがとうございました。ありがとうございました。素敵でした。上越市のどこ出身なの？マイクありますか？ちょっと軽く喋りたいなって思って。よかったらしおんちゃんめっちゃあのマイクで一生懸命喋ろうとしたんだけど、あのコードが刺さってないっていうねとっても可愛い、本当にもう、はい、じゃあ、はい、上越市のどこ出身なの？上越市の、高田と直越の中間みたいな、はい、へー、中学校で言うと？中学校で言うと、あの春日の、あ、春日中学校ですね。あの地元の話ですね。そうだよね、そうだよね。本当にでも本当、くびきの祭典来てくれてありがとうございます。ありがとうございました。しおんちゃんとは以前、そうだよね、今日ね、ラフベリー2回目なんですよね。あの新潟市の、あの新津の方でね、あのマジシャンひでくんっていうね、あのひでくんと一緒に出させてもらって、そこであの声もかけさせてもらって、こうやってくびきの祭典出ていただきました。またジョイツ歌えるように僕たちも頑張りますので、しおんちゃんも頑張って一緒にまたライブ一緒にいましょう。はい、ありがとうございました。あとは祭り楽しんで。はい、楽しみます。ありがとうございました。いや、大きな拍手を。